食べる前にやっちゃった拍手。今日のドッキリ。なんと、もう前代未聞ドッキリ。ミネは、果たしてこのワードを言うのかっていう検証。何を言わせるんですか？チロ？うわ。チロ？うわ。はいはいはい。え？え？もしかして、つけられてる？これなんかわかる。キスマークね。キスマーク。こんな感じに残ります。だから多分わかりやすくするために、アニメとかでほら見る。これね。そういうことね。そうそう。これを匂わせドッキリとして、ちょっとやりたいと思います。はいはいはい、あ、斉藤さんに彼氏できちゃったみたいな。そう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 。で、その相手っていうのが、うん、多分あなたも知ってる人だと思う。ええー。誰だろう。めちゃくちゃかっこよくて、はい、めちゃくちゃ有名。誰誰誰。エンデバー。エンデバー。エンデバーと付き合ってるっていう。ちょっと待って、エンデバーが、ま、その、エンデバー。エンデバー。現実のエン、誰？エンデバー。あの、ヒーローの。炎の？炎の。ヒーローアカデミアの？トドロキエンジさん。なんでエンデバーなの？焼けるよ、もっと。わかんないじゃん。そう、多分優しいと思うのよ。付き合ったら。ああ、今のエンデバー特に。そう、火消した状態でしてくれそう、ね。そうそうそう、もちろんもちろん。で、まず、まあ、1段階目これキスマークね。うん。はい、2段階目はもう、めちゃくちゃ暑がる。暑がる。もう最近、暑いとこ居すぎたからな、みたいな。で、エンデバーと付き合ってるっていう。ああ。ワードを出せるかどうか、ミネが。はい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 。で、3段階目に、ちょっとエンデバーの概念っぽい感じで。私が登場して、また。で、ここで言えるかどうか。はいはい。これ、エンデバーの概念。概念。炎を表してる。そう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 。うわ、気持ち悪い。ヴィランだろ、こいつは。うわ、これは、どんぐらいに出すんですか？これは3段階目で出そうかな。あうん。まあ、最初からかけててもいいけどね。気づくか。あ、これ最終手段にする。これ見えてます？それ。これ見えてない。見えてない。間違って老眼鏡にしちゃってどう入ってんだよね、これ。ちょっと目疲れますね。うん、何も見えない。これはじゃあちょっと3段階目に入れましょう。あ、これでも言わなかったらあれどうすか？ちょっと、万華、チリチリになっちゃう。エンデバーだと、火使ってるから。あ、万華チリチリになっちゃうんだ。万華ちょっとチリチリになっちゃってるからっていうのを言ったら、皆さんも、あって。いや、なんでそこでなんで。だって暑いだったら、だって夏じゃないですか。いや、まあまあまあ、そうか。じゃあ分かった。最終手段はそれ出すわ。でもそのエンデバーと付き合ってるが出るまでやるんでしょ？エンデバーと付き合ってるが出るまでやる。出ないよ。いや、分かんない。あいつは出せる男だよ。いけるかな。ちょっと頑張ってみましょう、それでは。はいはいはい。いざ、検証！いいニュース、お疲れ様。暑いっすね、マジで。暑いね。超暑いね。最初来るの早かったし。いや、所属おめでとうございます。おめでとう。本当に。今日はゆっくりね、みんなで遊びましょう。そうそう、今日はゆっくり遊ぼう。遊ぼうか。ああ、肩凝ってきた最近。暑いっすね、普通に。マジでそう。あなんか涼しそうすぎません？学校。うん。学校は夏だからやっぱ、暑い。え？なんかペンギンに噛まれた？え？ま、ついてる？何が？出した？見た方がいい自分の肩にして。なんでもないよ。どうしたの急に。蚊に刺されただけだし、あいつつけんなって言ったのに。あいつって？あ、なんでもないよ。あの、誰？内緒の関係だから言っちゃダメだよ。もう見たから俺それ貼らなくていいよ。な、斉藤さん。こっちなんかそこついてるよ。こっちもついてる？だって口紅つくのってさ男性じゃないの。皆さん多分吸われてますよこれ。キスマーク吸ってできる。いやちょアブやめろお前。ちょ秘密の関係違う。あの危険がさ及ぶから、うん、言っちゃいけないことになってる。じゃあちょっと芸人だからその気をつけた方がいいんじゃない。首にチュッチュさ、うん、されてるようじゃさまだまだ息低い、うん、ちょっと言っとくわ。言っとくやってか、お前がやらせんなよ。あいつに言っとこんと。言っとかないと。あいつに言っとくじゃなくて、お前がやらせんなって。暑ってか、今日。ちょっと待って、この冷房何度ここ。いや、結構低いですよ。え、
16度ぐらいが常だったからな。あ、どこ行ってたの？ん？あ、そのあいつんちでは？あ、まああいつってまあ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 暑がりだからさ、あいつなんかこれぬるく感じるな。もうちょい下げます。誰？うん、まあでもみ、みねくんどう？みねくんどう？暑くない？俺はちょうどいい、涼しい。お相撲さん？ちょっとトイレ行ってくるわ。どうしたの？ちょっと待ってて、うん、変だね。吸ってできたやつ見たことある？アブちゃん。うん、なんかもうちょい紫っぽいっすけどね。うん、黒くなんかここに線みたいにこうさ、つつなるし、うん、俺なんて昔さ、キスマークだらけやった。嘘つけよ。わかるけど俺頭の先からつま先まで全部キスマークやった時あるよ。あるあるある。そんなんもう死ぬから。そんなことキスマークだらけやった時あるから。そんなん死んでます。あっくい、ほんくいなったよ。あっくいな。ちょっと涼しくなりましたか。すごく赤くな、うん、あいつの影響？これあいつの影響なの？あいく、うん、あいくかかい。このキスマークの男の影響かこれ。あ、ぐくか出てたじゃないよ。出てた？キモ。最近漫画がさ、チリチリになってきたんだよね。漫画がチリチリになってきた？熱くなっちゃって。はい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 。なんか空中戦だね。うん。灼熱。なんだっけ？じゃあ、あんまり空行くかがなんだよ。内緒してるから。誰こんなんつけてたっけ？どっちかっていうとヴィランだぞ、お前それ。いや、誰だったの？これ。何やって黙ってる、うん、なんだと思う。え、ニロヤくんと付き合ってるんでしょお前。なんでニロヤくんなんだよ。ニロヤくんとの影響めっちゃ受けてるじゃん。なんでニロヤくんなんだよ。ニロヤくんじゃないだろ。え、誰と付き合ってると思う。ニロヤくんじゃなくて。ニロヤくんじゃねえっつってんだ。ニロヤくんだろこれ。このニロヤくんじゃねえって。ニロヤくんと一緒にこういうのして遊んでんでしょ今。違う、付き合ってニロヤくんじゃないから。誰と付き合ってるか言うっつってんの。ほやれ、これ終わんねえぞ。よだれ、めっちゃ出そうっすね。あ、いやいやいや。なんだっけ、これ。こここ、うわ、やめて。だって汚いよ。やめて。エンデバーと付き合ってんの？てってれー。かわいいドッキリ。満月チリチリになるどうでした？結構一番のヒントじゃない？満月チリチリになるの一番のヒントなわけないだろ。これで分かった？分かるか。いや、それじゃ分かんなかったな。なんだろう、満月リチリかな。でも満月でしょ、うん、ちょっと燃えてた方がよかった。ただれてた方が。いやでも好きな女は燃やさないだろう。まあそうか、さすがに。いやでも、え、でもお母さんちょっと傷つけたりしたよね。そう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 。いや、あの頃のエンデバーはね、うん、今の段階でのエンデバーは違うから。今優しい、うん、今優しいから。だよかったです。かっこいいんだよエンデバー、うん、なんか俺次々面白い格好して出てくるんかなと思ったの。あっち行ってこっち行って。まあ、とりあえずエンデバーと付き合ってるっていうことなんだ。そう、付き合ってるっていう幻覚を見てる一般女性27歳。どうこれ。でもミロヤ君と付き合ってるわけじゃないんだね。ミロヤ君となんで付き合うんだよ。エンデバーはこんなことせん。エンデバーはこんなキスマークつけん。でもこれ今日ずっとつけてこう。こういいけど滝田さんとかびっくりするんじゃないこれ、うん、つけようか俺がちゃんと。え、いいよ。何、話聞いてなかった。つけようか。いやいや、やだよ。汚い。これ、残っとこう。やめて、やめて、やめて、やめて。